あんたが何買うかね、あれ。コスモスな秋の日の何気ない広間に濡れている、この頃涙もろくなった母が庭先で一つ咳をする。縁側でアルバムを開いては私の幼い日の思い出を何度も同じ話繰り返す、独り言みたい小さな声で、こんな小春日和の穏やかな日はあなたの優しさが染みてくる、明日突私苦労はしても笑い話に時が変えるよ、心配いらないと
続きまして、セロ弾きのゴーシュという歌を、聴いていただきました。なんだかんだ、今日はですね、やってきている間に FM 長崎開局記念ということで、
本当にこの非常に重要な役をですね、さだまさしを使いまして今日は一生懸命やってきました。だん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 お別れの時間に近づいてまいりました。時間の経つの本当早いもんであります。次にお別れの歌を歌わなくてはならないんですが、一つだけね、皆さんに話しておかなければならないことがあったので、どうしてもこれだけは聞いていただきたいと思うんです。皆さんもよくご存知のように、特に今日どうなることかと思ってね、僕もまさかこの街がね、この平和なのんびりした街ですからね、普段はそこがこんな目に遭うなんてね、もうもちろん予測なんかするはずがないんですが、その時に僕はちょうど四国にいたんです。徳島でコンサートをやっていたんですが、その日の夜に長崎がどうも水害に遭ってる、何しろ厚さ10キロの雲が長崎を停滞して動かない、なんて意地悪な雲だろうとかね、いろんなことを考えながら、こっちに電話をしても繋がらない、非常に不安な一晩を過ごしながら、ちゃんと電話したんですが、本当に怖かったんです。で、友達に後で聞いたら本当にすごかった。で、ほら、金がないって辛いね、やっぱりいやいや、金は大事ですよ。いや、私が言うと説得力あるでしょ本当に金があったらいいのになと思いながら、結局僕は長崎のためにまたみんなにすがったんです。長崎の水害のための救済チャリティー、というそういうことでもって東京でコンサートをやりました。その時ね、本当すごいですよ。もう満員の人たちがね、もうもちろん満席だったんですけど、瞬時にそのコンサートのチケットはあっという間になくなって、そして当日も会場に入りきれないたくさんの人たちが朝から並んでくれてたんです。実は東京の中野サンプラザホールでした。それでね、お話しなきゃいけないっていうのはこのことなんですけど、その時にあそこに並んでくれてた人たち、東京の人たちですけどね、入れません、申し訳ないです、今日はもうこれ以上入れませんっていうお話をした時に、彼らがね、いいって、入れないのはよく分かった、だけど俺はさだのコンサートに来たけれども、長崎のチャリティーで来たんだ、だから俺は今日のコンサート聞くつもりで金持ってきた、これ俺今日聞いたつもりで置いて帰るから、で帰ってね、俺さだのレコード聞く、それで今日のコンサート一緒に参加した気持ちになってこの金置いてくって言った人たちがね、たくさんいたんです。これだけは長崎の人たちに僕はお話しなければならなかった。それから今日いろんな地方で聞いてくださっている方々、本当に長崎のためにいろいろご支援をくださった、本当に心からお礼を申し上げたいと思います。おかげで、長崎は元気に立ち直っております。おくんちももうすぐ始まりますが、本当にみんな元気で、頑張ってます。それはね、残った人間がしょげててもしょうがないですもんね。一生懸命僕らの仲間たちは頑張って長崎復活のために頑張ってくれております。地方で聞いてくださっている皆さん、長崎のみんな、本当におかげで元気になりました、ありがとうございました。それから長崎の皆さんも、これから、みんなのご支援があったということを忘れないで、一つ一緒に頑張っていただきたいと思います。そんなわけで、今日いろいろ歌を聴いていただきましたけど、今日のお別れの歌を次に歌わせてもらおうと思います。本当に皆さん、今日は長い間付き合っていただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。本当に長い間ありがとう。